熊とチューリップは、1943年4月15日に、小畜動画研究所によって、制作、公開された、日本の白黒アニメーション映画である。原作は、横山道子の童話集、良い子強い子の中の一編。1943年に、小畜動画研究所によって制作されて公開された、白黒アニメーション作品。太平洋戦争中に、 日本で制作された貴重な国産アニメである。紅系で公開された2巻の16分作品。小畜の初のアニメーション作品ということで、多大な予算をかけ、大学初任給が60円だった当時に倍以上の150円の給料で10名のスタッフを雇い、1942年から制作を開始した。16分の作品に2万枚の動画枚数をかけ、 プレスコ方式が用いられている。テントウムシの声は同様歌手の杉山よし子クモの声はオペラ歌手の村尾五郎が当てて、訴えながら進行するミュージカルアニメである。当時日本で一般的であった切り絵アニメーションではなく、このアニメではすべてセルがを利用して作られている。しかし、まだ当時はセルは貴重品であったため、セル洗いを繰り返し、セルを使い回していた。 色の会長をきれいに出すために、白黒作品ではあるが、セルガに彩色が施されている。松竹動画研究所の制作課長に招かれた、正岡健造が監督を務め、主人公の天童虫の動きは水着を着た、正岡の妻をモデルにして作画された。漫画家の松本霊児は、本作を幼少期に、兵庫県明石市で見て、アニメ制作を志したという。 赤石市の同じ劇場では偶然、後に漫画家になる手塚治も本作を見ており、後年に二人が初めて出会った際、本作を同日に見ていたことが判明した。後の漫画家の牛尾掃除は、滋賀県妖怪地市で添え物として上映されているのを偶然見て、戦時下にこのような叙情的な作品が作られたことに涙を流したと記した。 なお原作は1ページ半の素っけないもので、アニメの叙情性は原作者よりも、正岡健三によるところが大きい。花畑を舞台とし、天頭虫の女の子と雲との追いかけっこが物語の軸となっている。木の上に雲の巣を張り、その前にあるハンモックへ誰かを乗せようとあたりを見回した雲は、歌を歌う女の子を見つけ、ハンモックへ乗って遊ばないかと誘う。 天灯虫の女の子は、ありがとうとしながらも、火が落ちて、三日月様が出たから遊ばないと断り雲と別れる。諦めきれない雲は糸を巧みに操りながら必要に、天灯虫を追いかけ続け、危険を察したチューリップは、花の中に、天灯虫を引き入れてかくまう。そのことを知った雲はチューリップを大量の糸でぐるぐる、巻きにして、天灯虫が外へ出られないようにした上で、 ハンモックへ戻り、眠ってしまう。しばらくすると大粒の雨が降り出し、やがて雷鳴と強風の嵐へと変わり、ハンモックは風で飛ばされ、雲の巣も半分が失われた。糸を掴んで飛ばされずに済んでいた雲も巣を修復している最中に飛んできた枝に当たって、遠くへ飛ばされ、別の木へたどり着く。そこで、ミノムシの子供からミノを奪い取って、 嵐が通り過ぎるのを待とうとする雲であったが、身につけた際に、足が、ミノの中に隠れて、身動きが取れなくなった上、糸を操ることもできなくなり、遠くへ飛ばされて、水の中へ没した。嵐が過ぎ去り日の光が輝く花畑で、チューリップの中にいて、難を逃れた、天ム虫は外へ出て、再び歌い始める。木の上には、雲の姿はなく、火に照らされてウロが輝く。 半分の雲の巣だけが残されていた。キャラクターの演技と嵐のシーンの雨の作画とその、序情性,性から、正岡健造の代表作の一つであるのみならず、日本のアニメーション誌に名を残す傑作である。制作された当時は戦争の真っ只中であり、完成された作品も、大阪の映画館一館のみで上映された。戦時中に多く作られた。 明らかなプロパガンダ目的の国作映画ではなく、童話のような教訓をミュージカル仕立てで描いている点で、得意な作品とされている。ただし、擬人化された、天頭虫の女の子は、いかにも日本人的な顔立ちと体型で、童謡調の歌を歌っているのに対し、それを付け狙う、手足の長い悪役の雲は、カンカン帽とマフラーを身につけ、パイプを加えて、オペラ調で歌っていることから、 点灯虫の女の子は日本を、雲は欧米などの外敵、そして作品後半の嵐が日本を救う神風を引入していると解釈することもできる。なお、作画スタッフの熊川正夫は、雲がカンカン帽とマフラーをしているのは、当時の日本で流行していたファッションだとしている。一方、公開時には、監督官庁から、点灯虫の女の子が白いことから、白人。 黒い雲を当時で言う南洋の土人と解釈された。大東は共栄圏を築くため、日本が南洋の原住民と友好関係を築く必要がある事実に、日本人の味方とすべき南洋の土人を悪役として描き、可愛らしく描いた白人をいじめるという内容と、みなされ、文部省の推薦を得ることができなかったという。AB、天童虫の作画を担当した、 熊川正夫さんが語る制作状況、アニメージュ特魔書店、1984年1月号、三木宮彦、細部の生命さと史上、これに勝る作品はない雲とチューリップ、世界と日本のアニメーションベスト150、フュージョンプロダクト編、フュージョンプロダクト、2003年、26ページ。雲とチューリップ、セルが、戦火の中で、 アニメが生まれた、その時歴史が動いた 3NHK 取材班編著、中央出版、2000年、221ページ。長島隆史、平小道、松本霊二に聞く、20歳の頃新潮者、1998年、529ページ。手塚治虫、僕は漫画家、手塚治虫伝、一山と書房、1979年、28ページ。牛を、 掃除、手塚治虫と、僕創始者、2007年、223から224ページ。佐藤忠夫、造語版日本映画史2941から1959、岩波書店、2006年、405ページ。津賢神の、日本アニメーションの力から85年の歴史を貫く二つの、軸 NTT 出版、2004年、104ページ、109ページ。 戦火の中で、アニメが生まれた、その時歴史が動いた 3NHK 取材版編著、中央出版、2000年、219から221ページ。渡辺康日本アニメの黎明期戦前アニメーションの流れ、日本アニメの飛翔期を探る15ページ。姿信之、アニメ作家としての手塚治虫その奇跡と、本質 NTT 出版、2007年、22ページ。 山口勝くん、渡辺康史、日本アニメーション映画私有文社、1977年、42ページ。手塚治虫に影響を与えた長編アニメ、桃太郎界の新兵7月に上映決定。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1914052016年6月20日閲覧。ありがとうございます。